そんな、どういうことなんだ。前はこんなんじゃなかったのに。タンポポの綿毛が全部なくなってる。風に吹かれたのか、それとも誰かが。はあ、本当にごめん。こんなに遠くまで来てもらったのに。本当か、俺を気遣って言ったんじゃないよな。優しいんだな。じゃあもうここにいる意味もないな。少しこの辺りを探索してみようぜ。何か面白いものが見つかるかもしれない。おい見ろよ、魔物の拠点があるぞ。宝箱もたくさんあるし、魔物の見張りもいない。俺は体を動かしたかったのに、魔物が全然いないなんておかしい。こんなに運がいいことなんてめったにないんだ。きっとお前がそばにいてくれたおかげだな。じゃあ行ってみようぜ。宝箱の中身は何だろうな。まるで奇跡だ。ここの宝箱はほぼ空っぽだぞ。いいものも入ってなさそうだ。これだけか、がっかり。ふう、全部開けたよな。なんか問題でもあったか。こんなに収穫があったんだから嬉しいはずだろ。なんでそんなに落ち込んでるんだ。ん、宝箱ってそういうもんだろ。モラがちょっとだけ入ってるか、たまにキャベツとか大根とかが入ってるくらいじゃないのか。モラがあって食材もあれば俺はそれで満足さ。お前の言う武器や生物や他の宝物って超レアなものだろ。俺はそんなの命を落とすかもしれない危険な場所でしか見たことがないぜ。だろ。だからもうこれ以上求めてもしょうがない。散歩を続けようぜ。じゃないと魔物が帰ってきちまうかもしれない。ほら行こうぜ。本当にいい場所だな。風が気持ちいい。心が安らぐぜ。俺は長いこと一人で冒険してきた。こうして誰かと一緒に過ごすのはすっごく懐かしくて楽しいんだ。ああでも別に寂しくはないからな。冒険してない時も親父たちが一緒にいてくれてるし。そうだ、親父たちのことは話してなかったよな。みんなすごい冒険者たちなんだ。数々の武勇伝をたくさん持ってる。まだ赤ちゃんだった俺を危険な場所から救い出してくれて、大きくなるまで育ててくれた。今はもうみんな年を取ってほとんど歩けないから、今度は俺が世話をする番なんだ。機会があったら親父たちに会わせてやりたいな。親父たちの武勇伝は面白いから、きっとお前も楽しめると思うぞ。ああ、俺の冒険に関する知識はほとんど親父たちから教わったんだ。すごいんだぜ。そういえば風の翼は持ってたよな。今日は天気も風速もちょうどいい。風の翼で遊ぼうぜ。お？
あ。ごめん、さすがに俺も驚いた。まさかこんなことがあるなんて。どうやら諦めるしかないみたいだ。他のことをやろう。ベーネット、ここにいたのか。お、ジャックじゃないか。俺を探しに来たのか。何があった。今日は湿気が多かったからか、教会にいる年寄りの冒険者たちの理由待ちがまた発症してな。親父たちのことか。それはやばい。早く世話しに戻らないと。ああ、みんな世話を焼いてくれる。君の名前を呼んでるよ。わかった、すぐ帰る。ああ、ありがとう。お前一人を残して帰ることになってごめん。早く行こう、みんな君を待ってる。わかった、じゃあ俺は先に行くよ。今度うまいもんごちそうするから。じゃあ。ベネットが帰ったら天気が良くなったぞ。一体どこから。